すごいですね。参加者の皆さんの目がキラキラと輝いておりますし、ものすごいエネルギーを感じております。さて、ステップアップ女性事業は創業10年未満で今後の成長が期待される優れたビジネスプランを持つ創業者を最優秀賞、優秀賞、奨励賞に認定し、補助金の交付と専門家の派遣を行いながら事業の進捗状況確認など総合的に創業者の成長をサポートする福岡市の事業です。今回は平成30年度に受賞されました皆様の事業が現時点でどのような状況となっているのか、各社の事業概要に合わせて成果を報告していただきます。なお、ステップアップ女性事業の実施にあたりましては、地元の経営者や専門家で構成する福岡市創業者応援団にご協力いただいておりまして、今回の報告会にもご出席いただいております。では本日お集まりいただいております皆様のご紹介をさせていただきます。お名前を呼ばれた方はその場でご起立をお願いいたします。まずは平成30年度福岡市ステップアップ女性事業受賞者の皆様です。最優秀賞を受賞されましたオーセンティックジャパン株式会社代表取締役久賀和久様、優秀賞を受賞されました株式会社イーグルツリー経営顧問総監役本田明憲様、奨励賞を受賞されました株式会社ポイントリアス代表取締役林純理様、続きまして福岡市創業者応援団評議会の皆様です。会長の古賀マネジメント総研株式会社代表取締役古賀光雄様、株式会社テノホールディングス代表取締役社長池内博子様、株式会社メガコーポレーション代表取締役社長浮城智和様、そして福岡市高島総一郎市長、はい、よろしくお願いします。ではまずは高島市長よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、福岡市の高島でございます。創業者応援団、これは福岡市の、まあ、このスタートアップ の大きなムーブメント、まあ、そのまさに礎を築いていただいた、まあ、ピエトロの村田社長を中心とし、そして現在では古賀会長、そして IPO を実際に経験されて池内さんや浮城さんというですね、強力な地元の先輩方にアドバイスをいただけるという非常にありがたいチャンスを福岡市はあるわけですけれども、去年その賞を受賞された皆さんの途中経過報告ということで、大変その発表を聞くのを楽しみにしております。今福岡ではこのように明星和楽のようにですね、海外10カ国14の拠点とスタートアップの MOU を結んでいて、とにかくビジネスをマッチングして、そして新しい価値と価値でこれまでなかったような新しい価値を生み出していくんだ、まあ、こんな取り組みを進めているわけですけれども、創業者応援団の皆さんも去年素晴らしい発表をした、チャレンジャーの皆さんもですね、素晴らしい発表をしていただいて、またアドバイスもいただいた中で、今回またどんな発表を聞くことができるのか、そして皆さん自身がまた日本そして海外へと大きく羽ばたいていく成長を我々も大変期待をしております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。高島市長ありがとうございました。それでは受賞者の皆様による成果報告に移りたいと思います。まずはオーセンティックジャパン株式会社久賀様、よろしいですか。それではお願いします。はい、皆さんこんにちは、オーセンティックジャパン株式会社からと申します。ご本題いただきました事業の、簡単な、
内容説明を改めてさせていただきます。私たちはココヘリという、まあ、今主に山岳遭難の、救助、住民救助の仕事をやっていただいています。まあ、簡単に言うと、まあ、要救助者を発見するサービスです。救助はできませんので、これは警察署の方にお願いします。私たちは要救助者がどこにいるのかというのを、まあ、いち早く見つけるサービスでございます。でも肝はですね、まあ、どこにいるか分かる発信機、それから、その発信機の電波を捉える、受信機、これを搭載したヘリコプターのネットワーク、まあ、この2個で、迅速な救助に役立てていきます。で、まあ、発信機ですけども、もちろんメイドインジャパンでございまして、パナソニックさんに今作っていただいているものです。やはり命は預かるものですので、できる限り品質の良いものにやってます。でそのヘリコプターのネットワークの方ですけども、左側が民間の提携ヘリコプター、今全国で50機以上の、提携ヘリさんと、やっています。まあ、直近ですとノエビアアビエーションというところとも提携をさせてもらっています。右側警察消防、救助隊ですね、航空隊に今34都道府県で、赤いところがもう正式導入、黄色いところがもう試験運用予算待ちというところでございます。まあ、こういったあの警察の方ともネットワークを、広げています。これ実際警察消防の、導入時のリストですね。まあ、小さいんで見えないと思うんですけども、青が警察、赤が消防です。福岡市も福岡市消防局さんと、提携をさせていただいております。それから第7管区海上保安庁さんとも提携をさせていただいております。まあ、実際の時代ちょっと古いですけれども、今20数件、直近1年間で実際の救助、事例が発生しております。福岡でもですね、実は1件ありまして、これは福岡市消防局さんのホームページから抜粋したものなんですけども、今年の3月セフリさんですね。セフリで遭難なのあるんですよ。福岡ではだいたい60件くらい毎年遭難があってます。低山が多いですね。で、これ実際見つかった事例なんですけども、ホームページ、消防局さんのホームページおよびですね、これせっかく動画がありましたので、ちょっと流して、通報を受けて30分で見つかったという事例ですね。で、今福岡市で、消防へ通報されて山岳遭難という際には、あなたはここヘリ会員ですかということをまず確認されます。でこの方の時もそうです。で上から見るとですね、もう見えないんですよね。木がたくさん湧き茂ってると。で今回のケースも消防隊員の方、これ実際の映像ですけども、まあ、とにかく見えないけど真下って電波が差して行けということで降りたと。さあ真下で待ってるというような形で全国でこういう事例が起きています。はい。で、配置です。まあちょっと、これ飛ばしましょうか。で、これサービス、うちなんと3650円という年会費でやらせていただいています。安いでしょ？山登らなくても入りたくなるでしょ？ね。ということで、今会員数が伸びております。今、バイバイゲーム、最初に1000人獲得するときはですね、15ヶ月かかってました。まあ、この人たちって結構得意な方たちだと思うんですけども、やっぱり新しいものということが入っていた。よく入ったので、それから、事例などが出てきた2年目、少し角度があって、3年目でギュイッと来て、まあ、大体月に今2000名程度の方が入会をしていただいてますので、来年の今頃は5万人くらいになっているかなということと、あと継続率がほぼ 99% です。皆さん辞めません。辞められる方は怪我をされた病気の方、海外で、亡くなった方が、理由を添えて辞めてくださいます。こういう形でやっております。で、今日はですね、せっかくなんで、さっきから小川さんは、まあ、売り上げ気にされてますけどね。今やった1億を超えて、というところで、ございます。まあ、なんで、まあ、サクサクと計算していただくと、まあ、そういうことですね。あともう一つ、実は私ども Bluetooth の機器も今今月出したところでして、まあ、あるんですが、まあ、ここへにも含めですね、11月1日、あさってですけれども、秋葉原で、記者発表会があるんですが、日経トレンディさんが予測する2020年ヒット予測ランキングのベスト30にここヘリが入っています。去年が1位が、ワークマンプラス、2位が、新元号分ということでしたけれども、そういったその概念だとか商品とかいろんなものを混ぜたのが30で、何位かは当日までは分からないということですけれども、やはり昨今これだけ災害が増えているということでですね、やはり注目度もかなり上がっているのかなということでございます。まあ簡単ではございますが、
ましたので、以上とさせていただきます。今後とも一つよろしくお願いいたします。皆様どうもありがとうございました。どうぞお席にお戻りください。順調に業績を伸びている、まだまだ伸びていきそうだという今の説明を聞いて感じでした。続きまして株式会社イーグルツリーの本田様、ご登壇お願いします。センセーショナルな名前ですけど、すいません。弊社ですね、2015年9月に設立して、代表原作空席で前代表は私本田が務めておりました。主な業務はですね、ネット通販システム開発等々を行っております。2017年のスーパーセールにおいてですね、30万点の商品の中で楽天のセールスで1位を取って以来ですね、まあ、弊社のグループの中で今現在トップシェアを取らせていただいている商品になります。現在ですね、日々の動向や消費者さんと対話を続けている中で、あまり知られていない事実というのがございます。というのもですね、福岡市の企業においてですね、今現在補正下着のブランドの一大集積地になっております。というのも楽天市場というですね、ネット通販のシェアの中でもですね、上位5社のうち4社が実に福岡市の企業ということになっております。知らない間にウェブスタートアップよりも補正下着の方が燃え上がっております。これは本当に事実です。本当に事実なんで知らないけども、こっちの方が盛り上げてます。だいたい1社あたり1億を超えるとここら辺に入ってくる状況ですね。でたった2年間で、まあ、だいたい1つの産業これだけ流星したっていうのはあまり例を見ない事例だと皆さんも考えております。でですね、やっぱ製品の差別化とか見せ方は当然なんですけども、商品の出荷スピードとか、あとサービス面ですね。私注文が1日に200件から300件ぐらい来ますので、それをさばくシステムの方を私の方で開発を行いました。で、まあ大体こういった事業ですね、競争に勝つためにはですね、もう注文が来たりしたいんだら全て全部機械にやってもらうっていうのが一番楽だし、まあこれから人材が少なくなっていくのからでですね、機械にやってもらうっていうふうに我々はしております。で実際にですね、補正下着の企業群の中においてトップを走ってるんですけども、まあ、人間の行う作業というのはですね、女性の相談に乗ることだけになってしまったんですね。現在の新商品を販売しない限りはもう女性の相談になるのが、相談に乗って、いやちょっと食事制限したりした方がいいんじゃないかと、そういったサービスの方が、まあ、今現在メインになっております。結果ですね、結果もう人間がいらなくなってしまったという今現在の実情でございます。
ぱ純粋にですね、下着の補正下着の売り上げを伸ばしたいんですけども、今現在も生産が追いついてない状況でして、どうやら10億円以上を売ろうと思った場合には工場が欲しくない、補正下着の工場が欲しいというのがございまして、なんで、まあ、EC だとこれだけ流入が増えてきて大きくなれるんですけども、そこからさらに上に行くには工場が必要ということが大体分かっております。で、まあシステムのですね、開発の受託等々も今現在取り組んでおりまして、まあ、システムの開発の問い合わせに応えているうちにですね、ぜひうちの会社にですね、来てシステムの開発をやってくれないかという依頼を受けたんですね。補正下着を販売してるんですけども、今回明星荒木のピッチの8社か9社あったんですけども、実は商談を半分以上やった経験がありまして、実際にシステムを提供した会社は3分の1程度今現在ございます。まあ、スタートアップといってもやはりエンジニアが不足している状況というのは変わらないようです。まあ、弊社の EC 事業ですね、ロボットで回しておりますし、まあ、これからの人の資源が不足になっていく時代の中ですね、そういった中でも、まあ現在のスタートアップシーンをさらに上に盛り上げていくには、そのスタートアップさんの上場もしくはもっと有名になってもらうためには、まあ、マーケッターとかエンジニアが必要というふうに感じましたので、私の方、まあ、代表の方を見まして、まあ、相談役になり、そしてその会社の CTO として今現在就任を予定しております。まあ、それだけですね、やっぱ自分の作ったシステムをですね、信じてみなくなったというのがあるんですね。今現在の AI の開発とか、そういったロボットプロセスの開発をしているんですけども、ホテルの値段等々も今現在ですね、AI の開発を行っておりまして、福岡市のホテルに、福岡市のホテル焼熊本の方に今提供を始めようとしている段階で、まあ、それさえ終われば、あとはもう自分の会社の方はですね、もういっそ AI の経営を任せてしまおうと。それで成功して5年後ぐらいに上場して帰ってきたらですね、まあ、そしたらまあ自分のシステムも売る、まあ、実績これだけあるよっていうのを、1億以上の売り上げの会社を維持できるというのは、これがセールスポイントになるというふうに考えております。まあ、そんだけ溜まってたらですね、さすがに工場を作る金も溜まってるだろうというのが私どもの奥さんでございます。で、実際どこの会社の CPO になるのかというとですね、先ほど久我さんがピッチされたですね、ココヘリさん、こちらの方の CMO、CTO として私の方がっつりと上場するまで頑張っていこうと思っております。では EG3 はどうなるのかというとですね、もはやもう人がもうアドバイザー以外は存在しない会社ということでですね、自走法人、ロボットが動かす法人として今後進んでいく予定です。以上になります。どうもありがとうございました。どうぞお席にお戻りください。では最後に株式会社ポイント S のミーサバーご登壇ください。皆さんこんにちは。株式会社ファインドエースの任務と申します。本日は、日本と中国の国際になる専用アプリ Your Japan というアプリを年間広告についてお話しさせていただきます。弊社は、2015年設立して、主な事業は、電子決済、集客サービスと FAC 3つの事業をやっております。なんで Your Japan を作るっていうと、映画の中でですね、日本の情報を、中国に発信する場合は、日本では普通に Facebook、Instagram を使っているんですけど、中国国内では、こういった、SNS アプリは全部見れないんですね。だから、日本の情報を中国に配信するために、日本の情報を中国に配信する専用アプリ、Your Japan、を作りました。このようにですね、まあ、Facebook のような、記事、ページと、インスタのような写真ページと、YouTube のような、動画ページ、および最近、流行っている TikTok のショート動画で、単品動画の投稿も可能になっております。さらにですね、日本語の話題ページも作ることができます。日本の会社はですね、うちの明星ファームに、登録したら、真ん中のような、このような中国語のスマートページが、自動的に作られます。登録すれば弊社から、このような、WeChat 専用の QR コードとスマホ専用の、QR
QR コードを、発行することができます。このようなシールを店の外にあるいはメニューに貼り付けて、地方から来たお客さんからスマホからスキャンして店の情報を、見ること、あるいは、そのサービスを受けた後に口コミ情報を残したり、そういうことはできます。さらにですね、このページを中国の、主な、人気なアプリ、WeChat、Weibo、QQ などのアプリと連動してますので、一回そういったアプリから、開いたら自動的にうちの Weibo Japan を連動して、うちの ID 登録になります。まあ、オフラインからユーザーを獲得することができます。さらにですね、そういったオフラインのユーザー獲得、じゃなくて、オンラインでの、ユーザー獲得も、のために、いろんなコンテンツを作ってます。 iOS 版と Android 版と、スマホ版と WeChat 専用のページも使っています。そしてですね、 WeChat のミニプログラムっていうコンテンツも使っています。ミニプログラムっていうのはアプリダウンロードしなくてもWeChat開いたらそのまま使えるという仕組みですね。そのために、1年間で、1万円のコンピューターから、1.89万人まで増えました。で、この店舗数も30店舗から1753店舗まで登録、されました。会社全体の、利益も増えて赤字から、黒字になりましたの で、特に出客サービスは大手、GTB さんと、TR 九州さんの、依頼も増えています。さらにですね、決済サービスも40社から、110社まで、増えています。最近福岡、日本全体も中国の観光客が増えてますので、決済サービスの、向上、手数料の利益も大幅に増えております。バックアイは、最近なくなったので、教育事業は少し、縮小しています。ただですね、弊社は僕と学生社員2人でやってますので、さらに事業を拡大するのはいろんな企業と提携したいと思っています。ぜひ興味ある、会社、弊社と一緒に提携してこの事業を拡大していただきたいと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。皆様ありがとうございました。兄様そのままステージにお残りください。兄様そのままステージにお願いいたします。そして発表いただきました久我様と本田様も再び壇上にご覧いただきたいと思います。そしてお三つ方にてお並びください。はい、ありがとうございます。では福岡市創業者応援団評議会の委員の皆様と福岡市長から感想や激励など一言ずついただきたいと思います。まずは福士郎社長をお願いします。はい、1年ぶりですかね。ありがとうございました。各社様、しっかり1年間の時間軸を有効に過ごされて、素晴らしいなというふうに思いました。まず、オーセンティックジャパンさんは会員数が2万5000人になって継続率が 98% で非常に順調だなというふうな印象がありまして、まさかのウィーグルツリーの社長が CTO に就任されるっていうサプライズもありましたけども、タッグを組んで一つの事業に集中されるっていうのはよくあることだと思いますし、面白いなっていうふうに思いました。で、ウィーグルツリーさん自体もなんと RPA を取り越してもう会社自体を AI で自走させるっていう前代未聞のですね、すごい時代になったなと思いながら、ぜひお二方でですね力を合わせて、また来年以降ですね大活躍、大飛躍を期待したいなというふうに思います。あと最後、ポルトイエス様は会員数が8000人ほど増えて、で店舗数も1700店舗を超えてきたということで、どうしてもこうビジネスモデル的にですね最初の立ち上がりに労力がかかるんだろうなというところがあったものの、やはりこう前年を上回っていくというのがですね今のフェーズすごく大事なところだと思うので、引き続き頑張ってくださいというふうに
も期待しております。ありがとうございます。続きまして池内社長お願いします。はい、皆さんお疲れ様でございました。もう大変素晴らしいプレゼンだったので聞かせていただきました。実は私去年は参加しておりませんので、まあ、受賞されたのちょっと存じ上げていないんですが、ただ本当に皆さん3人とも本当にシステムで今の時代をすごく捉えていらっしゃって、まずは災害という一番大変なもの、それから本当に女性の補正ということで、私はアクティブシニアでございますけれども、まだ必要と思う、そういう時代ですので大変、それからインバウンドの時代ということで、大変時代を捉えて授業をされてらっしゃるということで持って見せていただきました。で、次の方多分ステップに行くときは、じゃあ今度自分の会社の中の社員、もっと言うと今から雇用を埋めるですね、大半のマネジメントとかいろんな課題があるかなと思ったら、こちらの方ですね、もう人はいらないというお話でさしたので、それもちょっと時代が変わるかなと思いながらお話を聞かせていただきました。本当にありがとうございます。今後も一層活躍されることを楽しみにしております。続きまして小賀会長お願いします。今日一番関心があったのはやっぱ売上高だよね。まあ売上高というのと、まあ正直言って組織的に仲間、従業員がどのくらい増えたのかなとかね、それと同時に、どういう新しい展開が出てきてるのかなっていう、まあ本当に今のベンチャーっていうのは1年ごと事業の内容がどんどん変化していくようなね、大きな、もう今までにないぐらい大きな変化の時代だろうなと思って、日頃思ってますんで、皆さんたちの話を聞きながらね、そういう売り上げもそうだし、会員登録もそうだし、事業の展開もどんな変化ができたのかなっていうのはワクワクしながらね、今日来たのは人です。ココヘリの話、1億突破っていう話でね、ちょっぴり安心したなっていう、やっぱ1億っていうのはね、ベンチャー企業の一つの基準なんだよね。で、1億の後はやっぱ3億かな、3億、5億になっていくとやっぱ10億が見えてくるみたいな形で、売上が全てじゃないんだけど、それだけこう社会貢献していくというのと、自分が作ったものが世の中に広まっていくという点では非常にベンチャーとしても楽しい話だと思う。まあ、それ以上にやっぱりお願いしたいこといっぱいあるけども、やっぱ、とりあえず1億を突破したっていうのでちょっとホッとしたかなっていうね。ただビジネスの展開ってやっぱりその命っていう大変なものにこう発信がついたっていうのはあるけど、昨日例えば僕は手帳をなくして大騒ぎしたことあるんだよ。新幹線のホームによってやっぱなくすっていうことに対してね、みんなこう波でね見れるようになったらいいし、スマホが全財産になってるんで、スマホがなくなった時に全財産なくすんだよねみたいな。これね、だからこれがね、どう答えてるんだろう。それここへの発信機をBluetooth とハイブリッドにしたんですよ。救助の時に特殊な電波はいいんだけど、普段使いができないということだったので、Bluetooth のモジュールをハイブリッドに入れたんですよ。そしたら出来があまりにも良くて、というのは例えば飛距離は今まで Bluetooth の発信機って世の中にだいたい 30m とかしか飛ばない、これ 200m 飛ぶんですよ。で、精度がこの部屋の中にあるしいくらしか分からなかったのがこれ 0cm まで分からなかったんですよ。飛ぶし分かるしということで、ようできたんで急いで Bluetooth の機能だけ取って、で、Bluetooth 発信機ですよね。で、これがもう実はライフイコンという名前で、普段は先生おっしゃったように、小物とか手帳とか鍵につけても、生活のいろんなシーンで使ってもらうライフでも、いざとなったらそういう発信機なので、例えば鍵から外してキャンプ場で子供につけるとか、例えば鍵から外してほら雨来るぞってことだったら自分に身につけるということで、命のライフにもつながる。2つのライフビーコンができたんです。それも、はい、多分ね、どこにいてもさ、どこにいても本当波で捉えることできるとかね、もうそういう風になってくると、本当に大切なものにはね全部つけておきたいなっていう時代来るよね。これは森内のあります。多分ね
広がりがね、応用がいっぱい出てくるからね、はい、そうすると会員も増えてくるだろうし、ビジネスの展開、それとそのデータをどうするかやね、結局ね、ただ発信だけじゃなくて、どういうデータをこの中にこう取り込めることができるかとか、そういう問題が今、ビッグデータの解析の問題になってくるから、大切になってくるかなっていうのを期待してます。あと、本田さんのところの問題ってちょっとついていけないんだけど、システムが全てだっていう、世の中全てがっていうのを本当思ってるんで、自分の作ったシステムを信じて、それでいろんなベンチャー企業と組んでね、多様化、ダイバーシティの問題だと思うんだけど、いろんな用途にね、自分のシステムが応用されていくっていうことになったら、これはベンチャーとしては面白くてたまらんだろうなみたいな、まあ、そんな顔しとるなみたいな感じでね、もうぜひぜひなんていうか、企業だけじゃなくて技術を広めていくっていうのはもうベンチャーにとって面白いことだから、もっと大きいチャンスが出てくるのかなって期待してます。最後のインバウンドの問題っていうのも、登録数が1700ってすごい登録数になってますよね。ただ中国だけの問題じゃないと思うんで、これ応用がどんどん出てくるんでね、これは会員数が増えてくればそれこそ本当ビッグデータになるんで、新しいビジネスが出てくるよねっていうのを期待してます。本当に順調に進んでるということに対して感謝ありがとうございます。河野会長ありがとうございました。それでは最後に高島氏お願いします。あ、はい。まずは加賀さんのココヘリなんですけども、これだけやっぱ精度が高い形でやっぱ命を守るものですから、やっぱりたまに不具合があるとかいうわけにはいかないので、そういう中で値段的にもマネタイズとして1日10円だったら利用者から取れるっていうことで、これ非常にこれから災害の時代に役に立つと思うし、あとそのさっきのお話で Bluetooth だけ独立させるという話があったんですが、今福岡市でも子どもの見守りの新しいチャレンジが始めますが、子どもの見守り、それから高齢者ですね、特に認知症っていうような形で高齢化に向かって徘徊の問題もあります。それからペットの逃亡逃走ということもありますけれども、いろんな形で今後の応用にも期待をしています。どんな形で出てくるか、いくつに本田さんが去年受賞されて補正したりっていう時には少し色眼鏡を見てしまうこともあったんですが、でも今それだけ最初だって、5社中の4社が楽天の売り上げの福岡市の企業って聞いてすごく私も全く知らないことでしたし、でもそれをさらに今進めて、どうしてさっきの発表の中で全経営者みたいな形で代表になってたのかなって、まさか AI が今継承しているようなですね、そんな新しいチャレンジっていうか、まあ、一つそういったところを見せるくらい自信があるっていう形なんでしょう。で、福岡特に CTO の人材ってすごく不足をしているところがあるので、まあ、エンジニアカフェも新しくできましたし、ぜひ本当に今小林課長おっしゃったように、いろんな企業にですね、そのやっぱり技術っていうか裏のバックの部分で福岡のスタートアップをもっと支えていただければなと思います。それからニーさんのポイントエースなんですけれども、これ中国に、まあ、クルーズ船で来る方すごくたくさんいらっしゃるんですが、どうやってやっぱり地元福岡にお金を落としていただくかっていう時には、やっぱりそのなんていうかグループではなくって、まあ、個人で旅行に来ていただく方にどう情報を届けるかがすごく大事になってきて、そういう意味ではこのサービスがそういった日本と中国の間のその情報のボトルネックを解消してくれる素晴らしいアイディアというふうに思います。実際加盟店舗が30店舗から1700に増えたっていうのはこの1年間のものすごい成長だというふうに思っていますので、ぜひこれからもですね、たくさんの情報、行ってみたいっていうような情報を中国の方にも届けつつですね、いい形でそのインバウンドの下支えを期待をしています。ありがとうございます。